麦わら。俺はそんなを聞くと辛い過去を思い出す。13年前、政府の船で護送中の悪魔の実が奪われた。そして2年前、麦わらのルフィが頭角を現した時、俺は驚いた。あの時奪われたゴムゴムの実を麦わらが口にしていたからだ。